48にしてもし負けたらまあ強化も落ちてしまったりとか柔道人生がガラッと変わるなって、その52で積み上げてきたものをこうやっぱりこう軽くなんていうんですかね、捨てることはこれで48でもし負けてしまったらそのなんていうんですか後悔は残るだろうなってすごい思ってたので、すごい不安はあったんですけど、もう48にするって決めた時に腹をくくった、本当の挑戦者としてできるだけのなんていうんですか研究とかできるだけのことをして臨みたいです。結構さっくりしたいい絶対に勝ちます。あ、いいと思います。あ、いいですね。